2年連続の優勝はなりませんでしたが、それでも堂々の2位でクライマックスシリーズに進出した阪神。 DeNA に敗戦し今季が終了。残念な結果に終わりましたが、11月からは契約更改が待っています。今季は FA 権を取得した選手への対応と活躍した選手が大幅アップで契約更改しそうで、話題がことかかない予感です。今回の動画では1軍の試合に出た選手全員について契約更改の予想をしていきます。このチャンネルでは阪神に関する面白い情報をお送りしています。ぜひチャンネル登録をしてくださいね。ゲラ背番号00、59試合1勝4敗31ホールド14セーブ、防御率 1.55、 今季の年俸 1.47 億円、来季の予想 1.8 億円。阪神入団時、メジャーで野手と投手の両方を経験した異色の経歴が注目を集めました。5月、6月は一時的に成績を落としましたが、7月以降は見事持ち直し、最終的には防御率 1.55 の好成績を残しました。岩崎すぐるとの2枚看板は見ていて安心でした。すでに本人からは残留希望、球団からは残留交渉を行うと報道が出ているため、残留が基本線となるでしょう。今季の成績を見ると、来季への期待を含め年俸アップは間違いないでしょう。来季も中継ぎ、抑えとしての活躍を期待したいです。木浪聖也背番号0、116試合打率2割1分4厘、1本塁打、打点35、 OPS550、 今季の年俸7100万円、来季の予想5000万円。恐怖の8番打者として復活した昨季でしたが、今季は成績が低迷。9月3日、9月4日は2日続けて満塁をものにするなど、1年を通し満塁での打率が4割7分1厘と満塁男は健在でした。しかし今季は恐怖の8番打者とは言い難い成績でしたから、来季の年俸ダウンは免れないでしょう。来季は31歳、小畑竜平や山田修也などの若手の台頭やドラフト5位佐野太陽の入団もあり、来季が勝負の1年となるでしょう。森下翔太背番号1、129試合打率2割7分5厘、16本塁打、打点73、 OPS804、 今季の年俸3800万円、来季の予想6000万円。今季はスタートダッシュこそ成功したものの、7月頃までは成績は低迷。そんな中でも岡田監督に発砲をかけられ、7月以降は3割を超える打率を維持。個人成績でも近本浩二に次ぐチーム2位、本塁打数はチーム1位タイと上々の成績を残し、2年目にして阪神の顔といえる選手に成長しています。クライマックスシリーズでは驚異の打率6割2分5厘を記録し、勝負強いバッティングは健在。11月開催のプレミア12の侍ジャパン候補にもなっており、今後の成長に大きな期待がかかります。梅野龍太郎背番号2、95試合打率2割9厘、0本塁打、打点15、 OPS532、 今季の年俸 1.6 億円、来季の予想1億円。昨季と同様、坂本誠志郎との2人保守制で阪神を支えた今季、打率が2割を下回る時期があり、本塁打は0本。保守としても岡田監督から普通やったら梅野使わへん、同じことばっかりと言われ、リード面についてインタビューを通じ辛辣な言葉をかけられることが多く、厳しいシーズンとなりました。2021年に FA を行使せず、3年4億8000万円の複数契約を交わし、2024シーズンが終了したことで複数年契約が満了。現状ニュースでは進退については報じられていませんが、阪神残留となれば大減俸は避けられないでしょう。大山悠輔背番号3、試合数130、打率2割5分9厘、14本塁打、打点68、 OPS721、 今季の年俸 2.8 億円、来季の年俸 3.5 億円の3年契約。今季も多くの試合で4番に座ることになった大山、派手な成績ではないもののリーグ2位となる3割5分4厘の得点圏打率を残し、勝負強さを見せました。チームが勝てばいい、みんなで助け合えればいいと言い、
チームの支柱としてチームを2位へ引っ張ったことは間違いありません。昨季の契約更改時は良い条件を提示してもらいましたけど、来年も単年で勝負させてもらうことにしましたと複数年契約を断り、単年契約を交わした大山。今季中に FA 権を取得したため、阪神からは複数年契約が提示されると思われます。熊谷隆弘、背番号4、試合数32、打率1割2分5厘、0本塁打、打点0、OPS250、盗塁1、今季の年俸1750万円、来季の年俸1000万円。昨季と比べ、出場機会を大幅に減らした今季、7月17日の巨人戦では、4シーズンぶりのショートを守るなど、ユーティリティプレイヤーとして能力を見せつけましたが、盗塁は1個と自慢の俊足をアピールすることができませんでした。熊谷は来年で29歳、フロントの構想によっては戦力外通告の可能性もあるでしょう。もし阪神残留となっても大幅な減俸は避けられないでしょう。イケメンで女性ファンにも人気のある選手、来季で巻き返しを狙ってほしいです。近本浩二、背番号5、試合数141、打率2割8分5厘、6本塁打、打点45、OPS728、盗塁数19、今季の年俸 3.2 億円、来季の年俸 3.5 億円。今季は定位置の1番から3番、6月には4番に座るなど、近本にとって激動の1年となりました。打順の変更が影響したのか、一時期は打率が1割台と低迷していましたが、それでも最終的には、チーム1位の打率、セリーグ2位の安打数、そして盗塁王獲得と、さすがの近本と言いたくなる成績を残しました。2023年の契約更改時には生涯タイガース宣言とも取れる発言がありましたが、順調にいけば FA 権取得も近くなってきており、年俸アップの上で今オフに複数年契約が提示される可能性もありそうです。佐藤輝明、背番号8、試合数120、打率2割6分8厘、16本塁打、打点70、OPS766、今季の年俸 1.5 億円、来季の年俸 1.6 億円。絶不調から始まった今季、打撃不調に加え、乱手も目立ったことで、岡田監督からもうええ、キャッチボールやからなと切り捨てられ、5月15日に2軍落ちも経験しました。それでも腐らず2軍で調整し、6月7日には1軍復帰。復帰戦になった西武戦ではマルチヒットを放つ活躍を見せました。4年連続20本塁打超えとはなりませんでしたが、6月以降は4番を経験し、3割近い打率を残しました。サードの守備についてはうまくキャッチするのですが、送球が決まりません。来季に向けて練習ですね。坂本誠志郎、背番号12、試合数64、打率2割2分3厘、0本塁打、打点12、OPS512、今季の年俸7000万円、来季の年俸7000万円。今季は出場機会を減らしましたが、梅野龍太郎とともに阪神を支えました。しかし、梅野と同様、打撃面では振るわず、寂しい結果に終わっています。二軍落ちも経験し、悔しさを来季にぶつけてほしいところですが、坂本も今季で FA 権を取得しています。 FA 権を行使すれば、経験豊富な坂本を欲しがる球団はいるでしょうし、何より後釜になる捕手が育っていない阪神にとって痛手となります。そのため成績だけを見ると減俸でしょうが、 FA 権のことを考慮すると現状維持に近い形になるのではないでしょうか。岩崎優、背番号13、60試合4勝4敗、17ホールド、23セーブ、防御率 2.20、今季の年俸2億円、来季の年俸2億円。今季はゲラの加入により、クローザーだけではなく、左右の相性で8回も任されることもありましたが、安定したピッチングで防御率 2.20 にまとめています。9月21日には、通算500試合登板を達成。そして8月途中からシーズン終了まで無失点で駆け抜けました。岩崎は2022年オフに FA 権を行使した上で、4年総額8億円の複数年契約を結んでいます。そのため来期は複数年契約の3年目となるため、
年俸も据え置きになるかと思われます。また契約満了時の年齢のことを考えると、生涯阪神にいてくれる可能性は高く、非常に心強い存在です。来季も安心して8回9回の守りを見られそうです。岩貞雄太、背番号14、2試合0勝1敗0ホールド0セーブ、防御率 5.40、 今季の年俸1億円、来季の年俸1億円。オープン戦から調子が上がらず2軍スタート、左肘の違和感も重なり調整が遅れたことで、7月31日にようやく1軍復帰となりました。復帰登板こそピシャリと抑えたものの、8月3日の DeNA 戦では味方のエラーもあり、1回を投げれず3失点で降板、2軍行きとなり、そのまま今季が終了しました。22年オフに3年総額3億円の複数年契約を結んでおり、来季が最終年です。藤川監督は実力がないベテランはいらないと言っており、来季活躍できなければ整理対象になると予想されます。背水の陣で臨む来季となるでしょう。西純也、背番号15、4試合0勝1敗0ホールド0セーブ、防御率 2.70、 今季の年俸3800万円、来季の年俸3000万円。例年先発の柱として活躍が期待されている西ですが、なかなか結果を残せないシーズンが続いています。岡田監督就任後は主にリリーフで起用されています。しかし安定性のなさや阪神リリーフ陣の層が厚いこともあり、一軍定着には至らず、今季に限ってはわずか4試合のみの登板に終わっています。岡田監督からは2桁は勝てる、もう一人欲しいと言われたほどの逸材。フェニックスリーグでは好調で、9月27日、10月10日に先発登板し、それぞれ無失点の好投をしています。今季の成績では減俸は避けられないでしょうが、まだまだ若い選手であり今後に期待です。西勇輝、背番号16、21試合6勝7敗0ホールド、防御率 2.24、 今季の年俸3億円、来季の年俸3億円。シーズン序盤から6月までは防御率1点台の圧巻のピッチングを見せますが、9月10月は3試合で防御率 6.75 とかなり打ち込まれました。最終成績は防御率 2.24 と好成績ではありましたが、尻すぼみなのが気になります。クライマックスシリーズ前には阪神投手陣決起集会の発起人になるなど、ベテランらしく阪神投手陣を牽引しました。阪神投手陣には欠かせない西ですが、22年オフに4年総額12億円で複数年契約を交わしているため、来季も据え置きの3億円。藤川監督はベテランに対して結果を求めているので、来季が勝負の年になるでしょう。渡辺亮、背番号25、67試合、打率2割6分、2本塁打、打点11、 OPS671、 今季の年俸3750万円、来季の年俸4000万円。縦島に袖を通し迎えた2年目、今季も主に代打での活躍となりましたが、守備面ではショート以外の内野を守り、器用な一面が見られました。渡辺はある程度の長打を望める選手ですので、代打として、あるいは内野陣の不調な選手の代わりとして貴重な存在です。成績は昨年より改善しており、微増の契約更改になるのではないでしょうか。来季も直球破壊王子の真骨頂を見せてほしいですね。伊藤将司、背番号27、18試合4勝5敗0ホールド、防御率 4.62、今季の年俸 1.6 億円、来季の年俸 1.3 億円。例年防御率2点台の安定した成績を残す伊藤ですが、今季はキャリアワーストの記録となってしまいました。シーズン中盤に中継ぎに転換されるも、そこでも結果を残せず、2軍で調整を重ねましたが、8月27日の DeNA 戦を最後に1軍での登板はありませんでした。今季の不調については、蓄積疲労による球威やボールにキレがないことを多数の解説者から指摘されています。高橋遥人、背番号29、5試合4勝1敗0ホールド、防御率 1.52、 今季の年俸1850万円、
来季の年俸3000万円。怪我が重なり、サクオフに育成契約に。順調にリハビリを重ね、7月21日に支配下に復帰。8月12日の広島戦で、1025日ぶりの一軍での勝利を手にしました。その後、計5試合に登板し、自慢の鋭いスライダーを武器に、防御率 1.52 の好成績を残しました。敗戦投手にはなりましたが、クライマックスシリーズ第2戦目に登板するなど、首脳陣からの信頼も厚いです。来季は1年フルで躍動することでしょう。門別圭斗、背番号30。5試合0勝2敗0ホールド、防御率 4.50。 今季の年俸800万円、来季の年俸750万円。サクオフから岡田監督より大きな期待を受け臨んだ今季、見事開幕一軍を勝ち取りましたが、期待された成績を残せませんでした。中継ぎで調整を開始し、5月3日の巨人戦に先発。味方の接種もありましたが、6失点と炎上。8月24日の広島戦で再度チャンスをもらいましたが、ここでも5回2失点で負け投手になってしまい、それ以降一軍に上がることはなく、隠し玉と言われた門別は本当に隠れてしまいました。しかしフェニックスリーグでは好投を続けています。門別は来季で21歳。門別が成長して一軍の戦力になれば、大竹、伊藤将司、高橋遥人、桐敷に続いて左腕王国を形成するでしょう。井上康太、背番号32。23試合、打率2割1分2厘、3本塁打、打点8、 OPS678。 今季の年俸840万円、来季の年俸840万円。虎党からまだかまだかと覚醒を期待されている井上。8月28日の DeNA 戦でついに待望のプロ初本塁打を記録。その後2本塁打を放ち、シーズンを終えました。今季は前川右京との左右の相性で併用となることが多かったですが、前川が好調だったため井上のスタメンは少なくなりました。しかし2軍では打率3割を超えるなど、確実に成長を見せています。来季は精度が上がって、バットの芯に当たる機会が増えるといいですね。当たれば飛びます。糸原健人、背番号33。89試合、打率2割1分6厘、0本塁打、打点9、 OPS547。 今季の年俸7000万円、来季の年俸7000万円。今季は主に左の代打として出場。代打成功率は1割9分4厘と決して高い数値ではありませんでしたが、ことおこし請負人として、糸原が代打で出れば何か起こしてくれると期待させてくれました。糸原は今季中に FA 権を取得しており、 FA 権行使については明言を避けています。年俸と成績を見ると見合っていないと言われても仕方がない成績ですが、糸原の勝負強さと自己犠牲ができる精神とその人柄は今の阪神にとって必要です。そのため球団は年俸はほぼ据え置きに近い形で交渉するのではないかと考えます。今後の動向に注目です。漆原大成、背番号34。38試合1勝4敗5ホールド、防御率 3.89。 今季の年俸1450万円、来季の年俸1500万円。オリックスから現役ドラフトで移籍してきましたが、主に敗戦処理に近い形での起用となりました。後半戦は打ち込まれ、防御率 3.89 でシーズンを終えましたが、前半戦では鋭く落ちるフォークを武器に8試合連続無失点を記録するなど、中継ぎとしてしっかり機能し試合を作ってくれました。来季の年俸はほぼ据え置きか微増になると予想します。来季は勝ちパターンとして起用されることを期待します。才木浩人、背番号35。25試合、13勝3敗0ホールド、防御率 1.83。 今季の年俸5000万円、来季の年俸1億2000万円。飛躍の1年となった今季、防御率ではリーグ3位、勝利数はリーグ2位と、まさに虎のエースといえる成績を残してくれました。また、4完投3完封と、イニングイーターとしても阪神投手陣を支えました。これらにより、来季の年俸は1億円の大台を超えるのではないかと予想します。
また阪神は来季の開幕前に大谷翔平や山本由伸らが所属している MLB のドジャースとのエキシビジョンマッチが調整中との報道が出ています。去年侍ジャパンとの強化試合の際に大谷にホームランを打たれたリベンジや山本との投げ合いを期待したいです。大谷山本との対戦によって才木もメジャーに興味を持ってしまうかもしれませんね。浜地真澄背番号36、18試合0勝0敗0ホールド、防御率 2.11、 今季の年俸3000万円、来季の年俸2600万円。前半戦までに17試合と順調に登板を重ねていましたが、阪神ブルペン陣の層が厚く、7月13日の登板を最後に2軍での調整の日々となりました。浜地自身、とにかく総合的なレベルアップをと語り、2軍で調整を行いましたが、後半の登板は9月28日の1試合のみで1回2失点でシーズンを終えました。2軍では17試合で防御率 1.65 と好調を保っており、来季の活躍に期待できます。及川正樹背番号37、9試合1勝3敗0ホールド、防御率 2.76、 今季の年俸3200万円、来季の年俸2700万円。先発ローテーション入りを目指して臨んだ今季、登板した9試合のうち5試合が先発。7月20日の広島戦では6回無失点の好投、7月31日の巨人戦では5回2失点で今シーズン初勝利を手にします。続く8月7日、8月14日の試合で5回持たず2連敗。その後は先発の機会を与えられることなくシーズンが終了してしまいました。ただ岡田監督からは24年のシーズン前よりずっと A、ブルペンでも A ボール行ってると高評価を得ており、起用方法を見ても今後の活躍に期待されていると考えられます。小畑龍平背番号38、50試合打率2割4分1厘、1本塁打、打点9、盗塁2、 OPS623、 今季の年俸2100万円、来季の年俸2000万円。今季も木浪聖也とのショート争いになっていくと思われていましたが、7月17日の巨人戦で左太ももの肉離れを起こし2軍降格。その後も調整が長引き1軍復帰となったのがシーズン最終盤の9月30日でした。怪我に泣いた1年でしたが、7月は打率3割7分2厘と打ちまくっており、怪我さえなければスタメン定着なんてこともあったかもしれません。シーズン終了後はフェニックスリーグにも参加しており、ホームランを放つ活躍を見せています。藤川新監督は小畑推しなので、来季の出場機会は増えるでしょうから、欠場しない体作りが求められます。栄田裕樹背番号39、1試合打撃機会なし、今季の年俸800万円、来季の年俸700万円。8月14日の巨人戦で8回裏から守備につき、それが唯一の1軍出場となった栄田。2軍では82試合出場で打率2割7分4厘、3本塁打、打点32、盗塁14と打って走れる捕手でアピールしていました。能力的には1軍で試してもいいかと思われますが、1軍には梅野龍太郎、坂本誠志郎と不動の2選手がおり、入り込む余地がありませんでした。しかし梅野、坂本は今季 FA 行使の可能性がありますし、特に梅野は衰えが顕著で、来季は若い捕手の出番が増えることでしょう。村上頌樹背番号41、25試合7勝11敗0ホールド、防御率 2.58、 今季の年俸6700万円、来季の年俸7700万円。昨季と比較すると制球が安定せず全体的に成績を落としていますが、基本的には6回7回を2失点程度に抑える安定した投球内容で、今季も阪神を支えてくれました。9月27日の広島戦、先発機会がなかった村上は岡田監督の奇策で延長12回裏に登板、サヨナラ打を打たれ敗戦投手になり、阪神が優勝争いから大きく後退、巨人の優勝を決定づけました。涙を拭う村上の姿がとても印象的でした。
勝ち星は7つにとどまりましたが、153回を投げる鉄腕ぶりで防御率2点台ですから、来季の年俸はアップすると予想します。島本ひろや背番号46、33試合2勝1敗6ホールド、防御率 2.81、 今季の年俸4800万円、来季の年俸4500万円。怪我やコンディション不良により5月から8月にかけて2度の2軍調整となりましたが、今季も厳しい場面や敗戦処理、さまざまな場面でフル活動し、安定した投球内容でした。8月6日の DeNA 戦で7回ワンアウト2、3塁のピンチを抑えると、岡田監督は島本様様いなかったら負けているとコメント、首脳陣からの信頼感がうかがえました。年俸については防御率の悪化はあるものの、登板数、投球回は昨季とほぼ変わらず、ピンチの場面での登板などのチームへの貢献度を考えると、据え置きまたは微減になるのではないかと予想します。桐敷拓磨背番号47、70試合3勝1敗40ホールド、防御率 1.79、 今季の年俸3300万円、来季の年俸7000万円。両リーグ最多の70登板をし、最優秀中継ぎのタイトルを獲得するなど大車輪の活躍をした今季、6月こそは打ち込まれましたが、7月と9月は合計26登板で無失点という圧巻の投球をしています。倍増以上で契約更改すると予想します。来季に向けて一つ心配な点は蓄積疲労です。桐敷自身からも、周りから今年の登板が絶対来季に響くと言われている、休みながらも体をちゃんと動かして準備しないとと周囲から心配されている旨の発言もあります。今オフの過ごし方にも注目ですね。大竹耕太郎背番号49、24試合11勝7敗0ホールド、防御率 2.80、 今季の年俸6700万円、来季の年俸8000万円。プロ初となる規定投球回を投げ、阪神移籍後2年連続で2桁勝利を達成した大竹、夏場には疲労もあってか成績を低下させたものの、9月には復活、1年を通してローテーションを守りました。また今季は50から70キロの超スローボールを随所に織り交ぜ、打者を翻弄した姿が印象的で、相手打者の反応も見どころの一つでした。1300万円アップの年俸8000万円で契約を更改すると予想します。富田蓮背番号50、33試合0勝1敗4ホールド、防御率 0.76、 今季の年俸950万円、来季の年俸1500万円。自己最多の33試合 35.2 回を投げて防御率 0.76 と好成績を収めた富田、ビハインドでの登板が多かったですが、きっちり抑えて後続に望みを託す投球を見せました。球速以上に速さを感じるストレート、切れ味鋭いチェンジアップで打者にタイミングを取らせません。対右打者への被打率が1割6分1厘に対し、対左打者は2割3分。もともと右打者へのクロスファイアを得意としますが、今季はヤクルトの村上、クライマックスシリーズで DeNA の佐野と左打者から被弾、左の強打者を仕留める内角の決め球がなく、外角一辺倒に近かった配球を狙い打たれました。今オフは高橋遥人のツーシームをお手本に新しい球種を習得します。中野拓夢背番号51、143試合打率2割3分2厘、1本塁打、打点32、盗塁6、 OPS579、 今季の年俸 1.5 億円、来季の年俸 1.2 億円。今季も2番打者として出場、犠打数35は両リーグトップの数字を残しました。ただ打率は昨季より大幅に低下、出塁率も入団時から3割台を維持していましたが、四球が57個から46個に減少し、初めて出塁率が3割を割り込みました。さらに盗塁数も20個から6個と大幅に減少。昨季から全試合出場している中野ですが、2軍で若い内野手が成長してきているため、成績次第ではスタメン落ちもありえるでしょう。島田海里
背番号53、62試合、打率2割7分5厘、0本塁打、打点2、盗塁5、OPS663、今季の年俸3000万円、来季の年俸3200万円。6月7月に調子を上げ、岡田監督からこんな仕事しとったら先発で使うとまで言わしめましたが、スタメン固定とはならず、昨季同様、代打や代走、守備固めでの出場がメインとなりました。現状阪神では貴重な左打ちの外野手であり重宝される存在ですが、センター近本、ライト森下は固定、レフトが前川がメインとなると島田が入るところがありません。誰かが調子落ちして島田が代役で出た時にしっかりと活躍するしかありません。長坂健也、背番号57、5試合、打率0、0本塁打、打点0、 OPS0、今季の年俸1200万円、来季の年俸1000万円。今季は4打席で犠打を1本決めたのみで、その他は目立った活躍ができず、リード面でも岡田監督から酷評されたこともあり、1軍登録は54日にとどまりました。2軍でも23試合で打率1割3分3厘、来季長坂は31歳、世代交代に向けて2軍では中川隼人や坂枝裕樹らが1軍の座を狙っています。ドラフト4位で町田隼人を獲得したこともあり、長坂は極めて厳しい立ち位置にいます。前川右京、背番号58、116試合、打率2割6分9厘、4本塁打、打点42、 OPS697、 今季の年俸850万円、来季の年俸2000万円。躍進の年となった今季、左右の相性でスタメンを外れることが多かったシーズン序盤ですが、着実に結果を残し、シーズン中盤以降はほとんどの試合でスタメン起用されることになりました。また長打力も成長してきており、1軍初本塁打を記録。特に6月16日のソフトバンク戦では、福留孝介を彷彿とさせる鋭い打球のグランドスラムを放ち、虎党を沸かせました。116試合に出場する準レギュラーになりましたし、2000万円で契約更改するのではないでしょうか。小野寺暖、背番号60、25試合、打率1割4分8厘、0本塁打、打点0、 OPS401、 今季の年俸1700万円、来季の年俸1200万円。開幕1軍を勝ち取り、今季こそブレイクかと思われましたが、前川右京や井上康太らの成長もあり、激しい外野手の争いに割り込むことができませんでした。2軍でも35試合で打率2割4分5厘、0本塁打、 OPS646 と思うような成績を残せていないのが現状です。強肩強打の選手ですが、なかなか球大点に到達できず、現役ドラフトに出ると予想されます。豊田博士、背番号61、11試合、打率2割1分1厘、0本塁打、打点0、 OPS474、 今季の年俸750万円、来季の年俸700万円。2軍で着実に結果を残し、シーズン中盤から1軍に招集されましたが、豊田も激しい外野手の争いに敗れた一人になってしまいました。7月21日の打席を最後に1軍の試合出場はありませんでしたが、2軍では順調に試合出場を重ね、90試合に出場し、打率2割9分4厘、2本塁打、打点41、 OPS766 と上々の成績を残しています。ただ小野寺暖と同様に右の外野手、年齢も来季28歳ということで、来季が勝負の年、もしくは現役ドラフトの候補になってくると予想します。上田海、背番号62、59試合、打率2割7分3厘、0本塁打、打点3、盗塁4、 OPS727、 今季の年俸1800万円、来季の年俸2000万円。今季も主にダイソーのスペシャリストとして阪神を支え、昨季より大幅に出場試合数を伸ばしました。上田の足で勝利を手にした試合も何試合かあり、6月18日の巨人戦で快速を飛ばしサヨナラ打を演出した走塁は、まさに走塁のスペシャリストそのものでした。
打撃についても今季は調子が良く、岡田監督から評価される時もありました。阪神のスーパーサブとしてまたスタメンを奪取するくらいの活躍を期待したいです。石黒裕也、背番号63、3試合0勝0敗0ホールド、防御率 5.40、 今季の年俸750万円、来季の年俸750万円。2023年ドラフト5位の新人右腕、開幕は2軍スタートでしたが、6月に8試合無失点で2勝2セーブを挙げ、球団選定ファーム6月度月間最優秀選手に選定されると、7月15日に1軍初昇格、7月21日の広島戦で登板すると、0回3分の1ながら石原貴則を抑え、無失点で初登板を終えました。最終的には中継ぎで計3登板を果たし、結果的に2023年ドラフトメンバーで唯一の1軍の試合に出場した選手となりました。岡留秀鷹、背番号64、35試合1勝0敗6ホールド1セーブ、防御率 2.84、 今季の年俸840万円、来季の年俸1000万円。サクオフに来年が本当に勝負と意気込んで臨んだ今季、オープン戦からアピールを続け、4試合連続無失点を記録すると、岡田監督は、使わんかったら怒られるよ俺と岡留の投球を絶賛。プロ3年目で初の開幕一軍を勝ち取り、昨季と比較して4倍近い試合に登板することになりました。基本は負け試合での中継ぎ登板でしたが、クライマックスシリーズには2試合連続登板するなど順調に経験を積んでいます。来季は一軍定着、そして勝ちパターンに割り込めるよう期待したいです。石井大地、背番号69、56試合4勝1敗30ホールド1セーブ、防御率 1.48、 今季の年俸4000万円、来季の年俸7800万円。ゲラ、岩崎すぐるにバトンを渡す一角としてフル活動、8月27日の DeNA 戦の3失点を最後に、シーズン終了まで無失点で抑える圧巻のピッチングで今季を締めくくり、球団選定9月10月度月間最優秀選手に選出されました。石井は3期連続でシーズン防御率 1.50 以下と非常に安定しており、安定感がある理由としては奪三振率が高いことが考えられます。40試合以上登板した中継ぎ投手の中で3位の数値を残しており、自慢の剛腕から放たれるストレートで奪う三振は見ていて気持ちのいいものです。大幅アップで契約更改するでしょう。川原陸、背番号92、1試合0勝0敗0ホールド0セーブ、防御率0、今季の年俸420万円、来季の年俸420万円。左肩の故障の影響で2021年オフに支配下登録から外れ、育成契約となった川原、今季は2軍で13試合連続無失点を記録、好調を維持したことで7月20日に支配下復帰を果たしました。そして優勝を逃し消化試合となった阪神は、今後の経験のために9月30日に川原を一軍昇格させると、同日に DeNA 戦で初登板、ピンチこそ招きましたが自身の投球を貫き、無事無失点で登板を終えました。2軍での最終成績は50試合に登板し、防御率は 1.62 と大きな成長を感じさせます。来季に望みをつないだ今季でした。原口文人、背番号94、52試合打率2割4分1厘2本塁打打点9、 OPS685、 今季の年俸3100万円、来季の年俸3300万円。右の代打の切り札として活躍した原口、代打打率は2割7分9厘で、なんと代打で30打席を立った選手の中ではリーグ2位の数値を残しました。また今季の原口を語る上で外せないのは、クライマックスシリーズ第2戦で放った本塁打です。残念ながら阪神は敗退しましたが、今季限りで退任となる岡田監督の花道を演出しました。実は岡田政権発足後の初の本塁打も原口が放っており、原口で始まり原口で終わるという、何か縁を感じざるを得ない出来事でした。原口は FA 権を取得した一人であり、熟考したいと言っています。
今後の動向に注目です。野口恭介背番号97、26試合、打率1割8分9厘、0本塁打、打点5、OPS467、今季の年俸420万円、来季の年俸450万円。2022年ドラフトで育成1位で入団。2軍戦で打率3割3厘、6本塁打の打棒を見せつけると、2023年のオフに支配下契約を勝ち取りました。支配下登録され臨んだ今季は、2軍スタートとなりましたが、開幕後より好調を維持。6月28日に1軍昇格を果たすと、6月29日のヤクルト戦で代打として初出場。7月7日の DeNA 戦では初ヒットを放ち、順調に出場機会を増やしました。左右の相性で前川右京との併用が多かったですが、前川右京がほとんどの試合でスタメン固定されたことで、8月20日を最後に1軍での出場機会はありませんでした。10月20日のフェニックスリーグで巨人直江大輔からホームランを放ち、2軍では力があるところを見せています。佐藤蓮背番号98、1試合0勝0敗0ホールド0セーブ、防御率0、今季の年俸600万円、来季の年俸550万円。2022年オフ育成契約となり、高橋遥人、川原陸らとともに支配下登録を勝ち取った佐藤。特に川原とは同日にプロ初一軍昇格、プロ登板を果たすことになります。9月30日の DeNA 戦の7回を任され、三者凡退に抑え、素晴らしいプロ初登板となりました。2軍の最終成績は49登板で防御率 2.03、 セーブ3と好成績をマークしています。シーズンを終えた佐藤は来季に向けてフェニックスリーグに参加しており、今までと異なる握りのストレートを試しているとのことです。川原とともに切磋琢磨し、さらなる飛躍を目指してほしいです。ビーズリー背番号99、14試合8勝3敗0ホールド、防御率 2.47、 今季の年俸 1.2 億円、来季の年俑 1.6 億円。中継ぎ起用が多かった昨季とは異なり、今季は1試合の中継ぎ登板を除き先発で登板しました。2軍では敵なしの投球内容を見せると、5月から先発ローテーション入り。ストレートと大きく曲がるスライダーを武器に相手打者を手玉に取りました。ストレートはテレビで見ていても分かるくらい凄まじい球威。青柳晃洋に見送られてすでに帰国していますが、ビーズリーより愛着がある、本当に帰ってきたいと残留を希望するコメントを残しており、球団もゲラと共に残留要請を行うとの報道が出ています。残留となれば非常に心強い存在です。阪神選手の契約更改についてご意見、あなたの予想がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンをよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も興味深い阪神の話題をお送りしますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。